どうもみなさん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。えー、ポンドエンの相場展もやっていきます。今、こちら4時間式表示してるんですけど、えーっとですね、ここの切り下げラインと、あと、えー、ここの戻り高値ですね。これ両方とも抜いてくると、えー、このね、ウォルフードのこの1、4ラインですね。えー、ここに到達してくる可能性っていうのが出てきます。はい。 なので、まあ、ひとまずは、まずはこの切り下げラインですね。ここをまず上抜いてくれるかどうかを注目して、で、この切り下げラインを上抜いたら次はここの戻り高値ですね。この戻り高値を抜いてくる、抜いてくるかどうか、上抜いてくるかどうかっていうのを見て、で、両方抜いたら、 えーまあ、このウォルカドの1オンラインを目指してくる可能性出てくるなという感じで考えればいいのかなと。まあこのねウォルカドの1オンライン目指すまでにね、えー、まあここのね、えー、戻り高値とかあとまあ,あのここの高値付近でね、えー、止まってくる可能性っていうのはもちろんあるんですけど、まあ、可能性としてこのウォルカドの1オンラインまで えーまあ、ここの切り下げライン、そしてここの、えー、戻り高値を両方とも上抜いてくると、可能性としてこのオールカードの14ラインまで目指してくるような、えー、上昇が起きても不思議ではないという状況になるということですね。はい。それをまあ頭に置いといてください。これで,、ね、で逆にですね、まあ、ここの切り下げラインですね、ここの切り下げラインに対して反発してもう一回下落してくるようだったら、 えっとまあここにねチャンネルをこのようにくあの組めるのでこのチャンネルのこの下限ラインですね、えー、ここを目指してくる可能性っていうのが出てきますまあその間にこういった直近の安値とかあとまあここにね陰線1本分でこう押し安値作ってるんでこういうところとかでまあ止まりやすかったりするので まあ、あの、その重要な、まあ、ポイント、ポイントでのプライスアクションをね、しっかりと見定めていってほしいなと思います。はい。で、まあ、なんだろうな、ここに、えー、っと、まあ、1時間足に切り替えてですね、まあ、こういう感じでね、今現状、まあ、トレンドライン引けますので、まあ、こういうのを、まあ、一つの目印としてですね、で、まあ、 ここの切り下げラインタッチしてきて反発してんでこの切り下げ,切り上げラインですねこの切り上げラインも、うんえー、下ブレイクしてきたらあのー、ここのチャンネルのこの加減ライン目指してくる可能性出てくるなみたいな感じで考えれば OK って感じですねでこれが先ほど1時間足で聞いたこの切り上げラインですねはいここを この切り上げラインを下抜いてきたら、下抜いてきたら、えー、このチャンネルの加減ライン目指してくる可能性っていうのが、まあ、出てくるなっていう感じで考えれば OK って感じですね。はい。で、その場合ですね、まあこう下落してきた時に、まあこういうところで止まりやすかったりするんですね。で、こういうところですね。これ一体何なのかっていうと、ここです。 ここの安値なんですけど、要するに、ここで、こういう感じでね、こう、言ったら、逆三尊天井です。はい。逆三尊天井を作ってから、で、ここから本格的に上げてくるっていうこともあるんで、まあ、なので、ここの安値ですね。これをまあ見とったらいいのかなと思います。まあ、そのポイント、ポイントでのプライスアクションをしっかり見定めて、勝負していきましょうということですね。はい。 んで、ここね、あのー、今ここで急反発して上昇してますけど、ここっていうのはですね、まあ、な、ま、ん、あ、だろうな、あのー、テクニカル分析、極めてる人からしたら、まあ、ここで反発してくるっていうのは、まあ、かなり、えー、わかりきっていたことではあるんですけども、あのー、要するにね、大きく見るとですね、ここで、こういうね、大きな、 チャンネルというか、まあ、角度があんまりないんで、もうレンジと言ってもいいかもしれないんですけど、要するに、ここにね、こう切り下げライン引けるんですね、こういう。で、この切り下げラインをコピーして、ここの押し安値この押し安値に持っていくと、こういう切り下げライン引けるんです。えー、切り下げラインというか、こういうチャンネルの加減ラインを引くことができて、このチャンネルの加減ラインに差し掛かっているんですね。 でそこできれいに反発して上昇しているっていうことです。はい。えー、なので、まあ、チャンネルはですね、あの、かなり使えるノウハウなんで、まあ、ぜひね、しっかり使いこなせるようになってほしいなと思いますね。はい。まあ、ウォルフド働とチャンネルはですね、まあ、僕は大好きな、えー、トレードノウハウの一つなんですけども、はい。そんな感じです。 えと,というわけでまあ,あの重要なポイントに差し掛かってきた際でのプライスアクションをしっかり見極めることができれば、えー、あなたもあのまあなんだろうな、えー、投資すなわちトレードで、えー、バンバン、えー、資産をですねこう増やしていくっていうのは十分可能な、えー、ものなのであのぜひね えー、テクニカル分析の真髄をしっかり極めてほしいなと思います。まあ、それにおいてですね、すごく役に立つのがですね、あのー、僕の、えー、投資教材、えー、トレード教材の、招待式12点お得セットだったりします。招、は、待、い、式12点お得セットではですね、あの、先ほど僕が申し上げたようにですね、あの重要なポイントに差し掛かってきた際での、正しいプライスアクションの見極め方、 えー、とかをですねしっかりと、えー、学びそして極めることができる唯一無二の、えー、トレード教材といっても過言ではないんですね。はい、で実際、あのー、この「昇太式 12. 点お得セット」という僕のトレード教材を購入してですねそこから真剣に、えー、トレードの学習を始めてもう今ではもう僕以上に、えー、ものすごい 稼ぐことができている、えー、上昇トレーラーというのはですね本当何人もいるんですね、はい、えー、そんなまあ数多くの上昇トレーラーをですね、えー、生み出すことができているこのショー打式1 2を特セットというトレード教材の詳細のリンクはですねこの動画下の説明欄にですねあの載っけておりますのでもし興味があればこの動画下の説明欄に載せているショー打式1 2を特セットの詳細のリンクからですね あの、いろいろとね、あのー、詳細を確かめていただけたらなと思います。はい。まあ、この文章はね、動画下の説明欄に載っけている文章の下書き、えー、下書きです。はい。で、あと僕が使っている、えー、この MT4 はですね、あのー、僕が一番推奨している海外 FX 証券会社の XM が提供しているバージョンの、えー、MT4 になります。はい。 でこの XM についてね、詳しく解説しているブログのリンクも動画下説明欄に載せてるんで、よければご参考ください。あのー、超強力なプレゼントをですね、えー、今現在お届けしてるんで、まあ、その詳細もねブログで、えー、ブログの中で解説してるんで、よければご参考ください。あと、ご質問とかご相談とかありましたら、僕の LINE アットにですね、メッセージください。僕の LINE アットのリンクもこの動画下の説明欄に載っけてますんで、 友達登録した後、トークの方にご連絡ください。あと、LINE アットでしか伝えてない重要なお知らせなどもございますし、あと、LINE アットを友達登録した時点で無料プレゼントも渡しています。それもぜひお受け取りください。そんな感じでね、この動画下の説明欄には、あなたがですね、 えー、投資で、えー、効率よく最短最速でば、えー、莫大に資産を増やしていくにあたってものすごく役に立つ、えー、情報をたくさん載っけてるんでよければご参考ください。はい、というわけで、えー、今回の動画ためになった動画の高評価とか YouTube のチャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼します。